アジア太平洋はその強い回復力を示しております。この地域が将来にわたって世界の成長センターとして世界中を牽引し続ける。世界の GDP のおよそ半分、人口もおよそ4割を占める巨大な存在 APEC。 この APEC 全体で将来一つの共同体を構築していこうという横浜ビジョンを採択したことが今回の議長国日本の最大の成果でした。横浜ビジョンが描く将来の共同体のイメージを菅議長は3つのキーワードで説明しました。まず貿易や投資の自由化、円滑化を進め、より進化した経済統合を推進する緊密な共同体。現在進行中の地域の取り組みを基礎としてさらに発展させることにより、FTARPの実現に向けて前進をいたします。そして持続的な成長を実現し、成長の質がさらに向上するよう目指す強い共同体。これを実現するため、APEC として初めて成長戦略を策定いたしました。今後は構造改革、人材、起業家育成、グリーン成長、知識基盤、経済及び人間の安全保障、こういった分野で着実な実現を目指して実施してまいります。さらに人々が自由に安心して経済活動に従事できる安全な共同体。貧困の削減、テロ対策、自然災害対策のための取り組みをさらに強化を、また食料の安全保障を確保するため具体的なイニシアチブを推進してまいります。首脳会議の2日間には二国間の会談も相次ぎ開かれました。まず13日、日米首脳会談ではご覧のような協議が始まることになりました。日中首脳会談では菅総理から尖閣諸島について我が国の確固たる立場を述べました。胡錦涛主席からは中国側の立場についての説明があり、また両国が平和友好協力の道を歩むことは両国国民の根本的利益に合致する旨の発言もありました。両国は長期的に安定した戦略的互恵関係の発展、政府間民間分野の交流協力の促進、経済分野を含むグローバルな課題での協力強化の3点で合意しました。戦略的互恵関係を改めて進めていくことを確認する、基本的にはそういう、ある意味での大きな方向性を改めて、私の就任時の6月に戻すという、そういうことを実現することができた。日中首脳会談にすぐ続いて隣の部屋で開かれた日露首脳会談。先日の大統領の国後島訪問について菅総理は受け入れられないと抗議しました。メドベージェフ大統領からはロシア側の基本的な立場を踏まえた発言があり、さらに両国間の雰囲気を改善させるべきである、さまざまな問題で協力を広げていこう、来年菅総理をロシアに招待したいという旨の発言がありました。両首脳はあらゆる分野での関係強化で一致。領土問題についてもさらに話し合っていこうと、経済問題でもしっかりと話し合っていこうと、でこの2つのことはもちろん性格は異なりますけれども、やはり2つの国が経済的にも協力関係が深まる中で、領土問題においてもいい影響が出てくると。翌14日にはまずカナダとの首脳会談、日華共同宣言の署名式が行われました。菅総理はカナダはレアアースを含む鉱物資源にも恵まれており、資源開発でさらに緊密に連携したい旨述べ、ハーパー首相と意見が一致しました。続いての日韓会談では両首脳の立ち会いのもと日韓図書協定への署名が行われました。これに基づき日本に渡っていた朝鮮王朝時代の文化財の書物などが韓国に引き渡されることになります。これについて菅総理は
今後未来志向の日韓関係を強化していく上で大きな道筋を構築できたと述べ、イ・ミョンバク大統領も両国の協力をより強化していきたい旨の歓迎の発言がありました。こうした二国間会談はさらにいわゆる超大国や近隣の国以外とも行われました。多くの国は若い人口構成を持ち、しかし一方では資金の不足あるいはインフラの不足などにまだまだいろいろな経済開発が難航しております。逆に我が国は高齢化が進んでおりますが、一方では高い技術力、さらには多くの資金的な蓄積も持っているところであります。そういった意味で我が国とアジアの国々、さらにはアメリカ太平洋を挟む南米やカナダといった国々との連携は、まさに日本がこの平成の時代に改めて改革する、我が国の歴史においても大きな新しい1ページになる。新たな1ページに向けてソウルでの G20 出席から4日連続の外交日程をこなした菅総理、日程の合間には小刻みに情報分析の打ち合わせが入れられるフル回転でしたが、もちろん成果ばかりではなく前途には課題も待ち受けます。ぜひ国民の皆様にはいろいろな問題点があることはもちろんでありますけれども、そういう問題点を超えていくという、そういう勇気と力を共に振り絞って新しい日本を作っていく、そのことで皆さんのご理解とご支援を改めてお願いして、私からの話とさせていただきます。ありがとうございました。